だ。ん？新入生引っ掛けたんだろ。入ってくれそうか。ああ、釣れ玉か。あいつならもう。どうした？今日はありがとうございました。それで入部なんですけど、やっぱり辞退させてください。え？なんで？いや、その声。声？あ、いや、声じゃなくて、あ、恋です。は？かっ、そうか、恋ね。恋がしたいのか。まあ、それだけ？あ、その友達とか彼氏とか作ったり、好きなことしたりとか、っていうか、その普通の大学生活を送りたいんです。グライダーの修理代はバイトして絶対お返しします。だから300万。はい？グライダーの大会の優勝賞金だよ。勝てば300万もらえるよ。一括返済でお釣りも出る。え、でも。いいからいいから。あとは彼氏か。え？ソラチ、ん？ちょっといいか。お前、鶴玉と付き合え。なんすか、いきなり。え？だってお前、彼女いないって言ってたろ。いや、そうじゃなくって。こんなことはお前以外には頼めない。面倒見てくれるよな。はぁ、あんたもウスじゃなか。貴重な新入部員だ、逃がすなよ。ウス。いや、もうお菓子かやろって、このバカチ。あとは友達だな。ウス。なんでよ、順番が逆。この瞬間、私は空に恋をした。ブルーサーマル。ブルーサーマル？捕まえたら幸せになれる風かな。私、空のこともっと知りたいです。思いっきり飛んでこい。青なぎディスカス、準備よし。夢のような世界が今。どうしてこの子が青なぎの航空部にいるわけ？私、何やってるんだろう。鶴玉、コースを戻せ。え？あいつにもしものことがあったら、鶴玉みたいな奴が現れるのを俺はずっと待ってたんだ。いつか捕まえてみせる。幸せになれる風。倉持さん、見えますか？ブルーサーマル、一緒に空を飛んでみませんか？